というわけでやってまいりました。今日はですね、こんな感じでサングラスで、こんな上からかけれるサングラスで、やってみようと思います。今日はね、雑談動画ということで、ただただ喋るという、内容のない、ことでございますが、最後まで聞いていただけたらありがたき幸せでございます。今本題、こちらね、レーンキープ LKS と、ACC、前の車にね、距離設定して追尾するというモードで走っております。高速道路ね、もうかなり、もうこれがないともうなんかしんどいわっていう感じですよ。本当にね、もうやっぱ新しい車はこういうのが先進的なんで、本当にいいと思います。で、今ね、この私のこの本題、充電を、急速充電だけで実は、しておりまして、なかなかやっぱね、正直言うとめんどくさいです。めんどくさいし、やっぱこれホンダ E ってね、そんなにバッテリー容量も大きくないんですよ。 35.5kW なんで、走れる距離っていうのがそんなにやっぱね、ガソリン車とかに比べると全然走らないんですよね。 280km ぐらいしか満充電で走りません。で、しかもその急速充電ってなると30分充電でね、だいたい半分もたまらねえっていう感じなんですよ。なので、常に、120km とか 150km ぐらい、ぐらいで推移してるという感じなんですよね。ただこういう、EV カーだけじゃなくて、こう新しい車はこう半自動運転といいますか、こうね、その辺がだいぶ良くなってるので、新しい車はおすすめですね、本当に。で、今やっぱりその急速充電だけでなかなかやっぱ生活もしんどいなということで、実は実家の方に空き駐車場があるんです。そちらにね、もう充電スポットとして、200V 作ってもいいかなと今思ってるんですよね。で、ちょっとうちの親父もね、一人暮らしなんで、なかなかね、様子、家からもちょっと遠いんで、片道何キロ ?30 キロぐらいあるんかな。なかなかね、月1回行けるかどうかっていう感じなんですよね。で、コンセントをね、つければ無理にでも行くだろうということで、やっぱ週1回ぐらいは様子を見に行きたいなと思ってるんですよね。体の方はね、元気なんですけど、ちょっとね、やっぱ一人でいるとちょっとやっぱ鬱っぽい感じに、この間ね、ちょっと病院付き添いで行ってきたんですけど、体はね、ちょっとがんの手術してて、ね、で、それで経過を病院に 見に行くということだったんですけど、それでね、だいぶ体の方は治って良くなってきてはいるんですが、やはり一人暮らしってなると喋る相手がね、いないんで、精神的にだいぶちょっと追い詰められてきてるなというのがこの間ちょっと感じたんですよね。なので、もうちょっとね、できるだけ家に様子を見に行けたらなと思ってますんで、もう一つね、実は私本業がね、もう一つありまして、YouTube が本業みたいな感じなんですけど、実はサラリーマンしてます。で、そのサラリーマンの方も今結構ね、テレワークっていうのが会社の方で推進してまして、で、週1回ぐらいだったらテレワークできるかとかね、思いながら、実家の方にパソコンを1台移動して、そこでテレワークもできたらなと思ってます。で、その間に、充電してみたいな、一石三鳥みたいな感じでやっていけたらな、どうかなと思ってるんですけど、ちょっと今まだね、計画段階でね、なかなか前に進まないんですが、できたら5月ぐらいから、なんかちょっとアクションをしていきたいなと思ってます。で、いろいろ調べました。なんかね、3ワットっていうのと、6ワットっていうのがあるみたいです、最近。パナソニックの、コンセント、ね、
200ボルト用コンセントっていうのは結構あの差し口は安いんですよ。数千円で売ってるんですけど、まあそれの工事代がまあほとんどですよね。人件費とか、あとその分電盤っていうんですかね、あのワット数200ボルトなんで、そこからねこうコードを引っ張ってこないとダメなんですね。それのまあコード代とかなんかいろいろ込み込みで17万ぐらいでした。あのざーっと見たサイトではね、まあ、もうちょっと安いとこあるかもしれないですけど、まあ大体そんなもんですよ。あの3ワットだったらもうちょっと12、3万とかであるんですかね。まあただちょっとね、そんな長居ができないんで、あのできるだけ早く充電したいなと思いまして、まあその大きい方にしたいなと今思ってます。通勤でうちの奥さんがねこのホンダ E 乗ってるんですけど、あのそれでやっぱ1台車いるんですよね。で私がそれ平日に実家に乗っていくと車ないから、あのうちの奥さんを会社まで送って、そこから U ターンして実家まで行くみたいなね、まあそんな感じで、まあ1日週1回ぐらいだったらできるかみたいな。でもう1台ね、さすがにあのやっぱ EV だけじゃ、まあしかも急速充電だけじゃしんどい面は実際あるんで、もう1台欲しいなと結構思ってたんですよ。昨日の晩ね、あのなんか、中古車サイトをザーッと見てね、10万円で買える車とかねいうのを探してたんですけど、結局ね諸費用とか込みすると、まあ、車検がついてなかったりとかねするんで、なんかいろいろするとやっぱ20万、30万ぐらいかかっちゃうんですよね。でいいのあってもなんか地方の方で陸送とかしたら、いや高くなっちゃうなとかね。でそう考えると、あの今日ねレビューしたあの150万ぐらいでね新古車が出てたんですよ。あの、ホンダ N ボックスね、あれなんかねもうめっちゃいいなと思いました。なんか車中泊もできそうだし、なんかねあの軽なんで、まあ結構維持費も安いなと思いながら、ただまあちょっと今住んでるところがね、あの平駐車場は2万とかねするんですよ。高いんですよ結構。そうなるとその車両を安く買ったとしても駐車場はねランニングコストでかかっちゃうってなるとね、なかなかだなと思いながら、それだったら今実家に空いてるね駐車場をまあ利用すればいいのかなみたいなね、なんか今いろいろ考えてるところです。いや皆さんもね、あの私あの40もうすぐ7ですよ、4月で、あもうそうか4月今日10日ですよ、もうすぐ誕生日、19日で誕生日なんですけど、あのもう47歳ですよね。あのこれ私のチャンネル見てらっしゃる方も結構近い年齢の方多いと思います。結構ね親御さんの問題とか、一緒にね住んでないっていうね方とか結構いらっしゃると思うんですよね。なのでまあちょっと理由を作ってね、実家の方に行かなければいけないと、まあテレワークのために実家に行くとか、充電するために実家に行くとか、なんか理由をねつけて、もう行かなければならない状況に追い込んだ方がなんかいいような気がして、なんかそれだったら親父の様子も見に行けるし、まあうちのね奥さんが作ってくれたご飯をちょっとね、まあ晩ご飯をねちょっと一人分多く作って、それをタッパーに詰めて持っていくとかね、なんかそういうのができるので、なんかそうしたいなと今思ってるんですよね。でまあちょっと話変わるんですけど、ちょっといきなり変わりすぎますが、やっぱ中古車販売の車に関しては、やっぱり、この時期こういうねコロナ禍の時期でもありますし、やっぱマスクしてこう飛沫が飛ばないようにしたりとか、あとその走行距離を伸ばさないように、試乗をまあ一緒にするような動画を上げていたんですが、まあ、ちょっと今後中古車に関してはその走行距離っていうのが伸びるので、乗らない方がいいのかなと今思ってます。今日も2台あったんですが、試乗の方はしてませんと言いながら、いつもねそんな距離走ってないんですよ。数百メーターですよ。1キロも走ってないです。本当にねぐるっとそこを一周するだけの動画なんですけど、
まあ、その辺もやっぱ気を使って乗ってはいるんですが、それでもやっぱ次買う人からしてみると、やっぱ低走行車とかはね、特になんか気になっちゃうのかなと思います。あの走行距離、ね、5000キロ未満のやつとかはね、やっぱちょっとでも進んじゃうと嫌だなと思う方が結構大半なんじゃないかなと思います。でただちょっとたまにね、旧車みたいな古いね、走行距離がすごい伸びてる車をレビューすることもあるんですね。まあそういう車に関しては、やっぱ車がちゃんと動くのかとか、やっぱへたりとかねありますよね。あの車のサスペンションのへたりとかね、もちろんホンダさんの方でチェックはしてるんですけど、走行テストも兼ねてちょっとレビューしたいなと思いまして、まあ、ちゃんと動きますよ。でなんかガタガタ言ってるとこは正直にね、ここはガタガタしてるからあんまり良くないよ、ちゃんと直しましょうねとかね、そういうレビューは正直にしていきたいなと思ってるんです。なので、まあ、これからも市場、まあ、中古車レビューの中で市場で、まあ、距離が、まあね、古い車に関してはそういった市場レビューっていうのはしていこうかなと思ってます。で、まあ、実は動画には出してなかったんですけど、手の消毒ね、あれ実は毎回私してました。でただ動画内でね、毎回言うと逆にね煽ってくる人いるんですよ。それをきっかけにこう突っ込んでね、あれもダメこれもダメみたいな、そういういわゆるこう警察みたいな感じで、コロナ警察みたいな人がいっぱい出てくるんで、あえて言わないようにはしてたんですけども、その辺は、きっちり、映像の方でも、もしくは、声に出してね、消毒してますよというのを言っていこうかなと思ってます。ちょっとスピリチュアルな話に受け止められる方もいらっしゃると思うんですが、この間ねちょっとドライオスさんがワンソクチューブっていう方とコラボ動画実は撮ってきました。でその方がYouTube の有料のあるんですよ、あれなんていうやつかなんかあるんですよ。それちょっと僕一回興味あったんで、私それ参加してみたんですよね。1400円ぐらいです月で。結構メンタルの話をね、ワンソクさんしてまして、引き寄せの法則っていうのが結構あるんだよと。でそれはね、思考は現実になるっていうねことをおっしゃってまして、なんか本があるんですね。私もその本買いました。で今読んでるとこなんですが、思考がまあ行動になって、行動が性格になって、性格が現実になるということらしいんですよね。まあ常にね、例えば言葉一つでも嫌だとか嫌いとか、すみませんすみませんとかね、よく会社でいますがね、謝ってこう、すみませんすみませんすみませんで、すみませんっていう時は本当に、なんて言うんでしょう、こう自分が悪いことをした時にすみませんっていう言葉を発しなければいけないんですが、ただの挨拶の時にすみませんとかね、いうことを言ってしまうらしいんですよ。そうするとやっぱ脳の中にインプットされて、常にこうペコペコするというかね、こうすまない気持ちになるらしいんですね。そうではなくて、そういう時は例えばありがとうとかね、エレベーターホールでボタンを押してもらって、ね、誰かにこう親切にしてもらったという時はすみませんじゃなくてありがとうなんですよね。なんかそういう風にありがとうっていうのをインプットしていけば、逆にそのありがとうっていう感じに周りはなるらしいんですよね。あ、この人にはそういう親切なこと、そういう風に言われたから、そういう風に返してあげようという感じになるみたいです。まあ確かにそうですよね。で、まああとはその目標とか、こういうことになりたいとかね、お金持ちになりたいっていう、そういうね、漠然な目標じゃなくて、いつまでにこういうことをしたいっていうのをイメージして、まあその時の
雰囲気ですね、その場所の空気が日当たりが良かったとか、まあ、今回ね私で言うところ その実家にそのテレワークスペースを作るので、まあ、机はこれぐらいのサイズ で、まあ、いくらぐらいでちょっと経費は抑えて安めのテーブルで椅子でこんなんでいいかとかいろいろ考えて、でコンセントをつけて見積もりがこれぐらい でこうすると施工期間がいつまでなので、何月何日には始められそうだとかいうのを、まあ、具体的にこう計画して脳でイメージして、で紙に書いて、で言葉で喋る、まあ、私はちょっとこの YouTube を通してこう喋るっていうね、こうアウトプットするという作業を今はしてます。まあ、そういう風にしていけば、結構ね現実化するみたいです。ね、私もこう動画で言ってしまったので、まあ、実現しないとダメだなというね、そういう責任感というのもね出てきますので、ぜひね皆さんも見ていらっしゃる方は漠然と、お金持ちになりたい楽になりたいじゃなくて、そのお金持ちになるにはこういうことをしたい、すればお金持ちになるとか、楽になりたいっていうことは例えば時間を作るっていうことでしょうね。忙しく、今の忙しい現状をこういう風にすれば時間ができるということを考えてやればいいのかなと思います。まあ、今回のね私のそのテレワークっていうのも実はその時間を作るということも実は一つ入ってるんですね。やっぱり会社にずっと出てると、いろんなことをやっぱね言われるんですよ。自分がやらなきゃいけない仕事以外にどんどんこうやっぱいるとね、こう頼まれ事っていうのがありますよね。でやっぱ私ねちょっと頼まれるとなかなか断れない性格もあるんで、どんどんこう上積みになっちゃうんですね。で結局サービス残業したりとか、まあ遅くまでね会社にいるみたいな感じになっちゃうんですよ。それがまあテレワークになると、まあ集中して自分の作業をできるわけですよね。まあそうなると、まあ時間もゆとりが出てくるのかなという感じですよね。なのでまあちょっと今そういうふうに思ってるわけなんですね。まあ親父のことが心配っていうのと、この電気自動車の充電が心配っていうのと、まあもう今もうダブルワークで時間がねえよっていうのと、まあ忙しい、まあ忙しいって言ったらね、もう言い訳なんですけど、まあその時間を作るっていう作業を進めていきたいなと思ってるんですよね。なのでまあそういったこう脳で思う、こう引き寄せの法則、もう有言実行っていうのをこれからちょっとでも一歩でも進めていきたいなと思ってるんですよね。なのでもしこの今回ね動画で見てる皆さんも、まあ、もし何かこう忙しい、日々忙しい辛い、しんどいっていうのを脳にインプット、もうどうしてもそれね癖なんで、忙しい、しんどいから無理ですっていうのはみんなね分かるんですよ。私もすごい気持ちが分かります。なのでその辺をなるべくやりたいことの方に脳をシフトしてやっていけば一歩でも前に進めると思いますね。はい、というわけで今日は、まあ、こういった感じで長々喋りましたが雑談動画でした。もし面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、雑談動画、なかなかありがとうございました。じゃあね、バーイ。